んにちは、クラフトバンドチャンネルの夏倉です。今回は縁かがり編みの編み方を紹介したいと思います。バッグの横のところから始めていきます。見やすいように後ろに紙を置いています。まず最初に奥から手前に紐を5センチほど出します。先端はカットしておくと差し込みやすいです。でこう V の字にして手前が右側、奥が左側に来るようにします。次に左側の奥の紐を右斜め下に持ってきます。右斜め下に持ってきたら今度は縦紐、隣の縦紐の間に紐を入れていきます。引っ張っていくと右下に下がっていくこの斜めの紐が見えてきます。差し込んだこの長い方の紐の先端を斜めの紐の下に通します。ねじれないように通したら今度はまた隣の縦紐に紐を手前から奥に差し込みます。そして引っ張ります。次に今度は斜めの紐だけでなくこの右上に伸びている紐2本の紐の下をくぐって通していきます。引き締めて今度は隣の縦紐に差し込んでいきます。縦紐と縦紐の間に差し込んでいきます。引き締めてまた今度この斜めと斜めの交わっているところの下2本いっぺんにくぐります。私も初めの頃はこの1本だけに差し込んでしまって間違っていたんですけれども、ここの下ですね、下の紐にも通します。なのでこの重なった二重の部分の下をくぐるようにして紐を引き締めていきます。これを繰り返していきます。今回は編み紐2段目の下に通しましたが1段目だけをすくってもいいと思います。どちらか統一していれば綺麗になりますのでどちらでも大丈夫です。持ち手がある場合はどうするかというとこの持ち手も同じ縦紐の一部なのでこの持ち手の右側に紐を通してそして V の字の二重になっているところから紐を引っ張ります。そしてこの紐は後ろからまた手前に持ってきて後ろから手前に持ってきて隣の縦紐のところに引っ張って出します。今度はまたこの V に重なったところの二重になったところの下をくぐるように紐を通して引き締めていきます。こうすると持ち手の部分でも縁がかり紐を編むことができます。これを続けて編んでいきます。次に最後の縁の処理を説明したいと思います。一周編んだということにして編み終わりの部分を説明していきたいと思います。最後ここの部分次に引っ掛けるともう最初の部分に来てしまう編み始めに来てしまうというところまで編んできたらほどきます。編み始めをほどいていきます。
どこまでほどくかというと、この輪の部分、輪ができるまで紐をほどきます。ほどいたら編み終わりの方の紐でまた隣の紐に差し込みます。差し込んだ後、今ほどいた時にできたこの輪の中に下から上に差し込みます。差し込んでから、今度またこの V の字の二重になっている下の部分に紐を手前から奥に差し込みます。そしてこの輪の中に、編み始めの輪の中にもう一度その編み終わりの先端を差し込みます。差し込んだら、まだここだけ、縦紐と縦紐の間にここだけ差し込んでいない部分がありますので、そこに紐を手前から奥に差し込んでいきます。そうすると外側から見た時にどこが始まりかわからない綺麗な状態になります。内側から見てみましょう。内側から見ると、編み始めの紐と編み終わりの紐があります。この2本をつなげて短くカットして貼り付けていきます。どちらも1センチくらいずつ重なるようにカットしていきます。このバッグの作り方は別動画にまとめたいと思います。概要欄にリンクを載せておきますので、そちらもご覧ください。今ここを貼り付けました。これで内側から見てもあまり目立たない縁の処理になりました。表から見るとこんな感じです。これで縁かがり編みの紹介を終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。